本日は、このような寒い中、記念予選、前回100周年記念、イベントにご参加いただきまして誠にありがとうございます。これからも犬山線近畿日本鉄道は、皆様のと共に愛される線として、あるいは地域住民の皆様と共に、発展していきたいと考えております。どうぞ今度ともご愛顧いただきますようによろしくお願いいたします。犬山といえば魔法しかデザインさせているものとなります。たくさんの人の目に留まるような明るく鮮やかな色使いと100周年のリボンの中を電車が通過するようにデザインすることで、もみじの傘を差しているカモシカを描きました。それでは出発いたします。どうぞ皆様拍手でお見送りください。